スタジオを飛び出してリゾートホテルから生放送だよ。人気の高級リゾートにつきものなのは、今日は特別企画、心霊もの。心霊ものって夏にやる企画じゃないのか。少し気が早いような気がするけど。すごく綺麗なリゾートですけど、何か曰くがあるんですか？ああ、何でもこのリゾート、幽霊が出ることで有名だとか。去年の夏は怪現象がたくさん起きて大騒ぎだったらしい。何でも怪しげなうめき声とか、ポルターガイストとか。そのこと聞いたら背中がゾクッてしてきたよ。心霊企画って何するの？もちろん百物語さ。私たちでリスナーから寄せられた怖い話をしていくんだ。100話目になった時、何かが起こると言われているよ。何かが？大丈夫なんでしょうか？私、怖すぎるのはちょっと。あくまで迷信だよ。じゃあ早速始めようか。そして扉の向こうの男は言うんだ。いいか、よく聞け。俺は死んでない。死んだのは今お前の後ろにいるみんなの方なんだと。レイさん、その話怖すぎるよ。そうですね。今晩から一人で夜眠れないかもです。プレシアちゃんにハッピーちゃんを貸してもらおう。ごめんごめん、駆け足で100まで話してみたけど何も起きないね。そうですね。やっぱりレイさんの言う通り、迷信は迷信ですかね。本当、笑っちゃうね。迷信にあんなにびっくりしてたなんて。ああ、ところで今笑ったの誰だい？